やっぱり将棋を長くやってきたから、その中でいろんなことを学べたのかもしれませんね、うん、引退してもうね、あとの人生どうやって生きていこうかってずっと考えて、やっぱり将棋ばっかりやってる、うん、皆さんこんにちは。こんにちは、大場美香です。今日は田子島明子初代女流名人にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この2024年女流棋士発足50周年っていうことで、田子島さんに伺いたいんですけれど、はいはい、50年っていやあっという間って感じもしますけど、なんか一つ一つ思い出すと、ああ長かったなっていうのも感じますね。いろんなことがありましたね。あったと思うんですけど、何が一番の思い出ですか？一番の思い出、いや今発足した時もね、6人でスタートして、とにかく女性にが増えてくれれば嬉しいなっていうことで、一人でも多くの方が女流プロを目指してくださることを願って、いろいろ動いていたんですけども、うん、今何ですって合計いっぱいいますね。はい、ね、やっぱり初めやってきたことをこう、あ、いいなと思って認めてくださって、その輪が広がってきたことに対してはすごくもう嬉しいですね、うん、はい、2024年っていうのは、はい、私たち全体にとっても節目の年なんですけれど、はい、協会の最近の動きでいうと、はいはい、うん、昨年2023年は嬉しいことがいろいろあって、ね、はいはい、まず磯谷由衣さんが入会してくれて、はい、小島さんもすごい期待されて、はい、もう楽しみにしてます。なんかもう教会の宝物ですね、うん、のびのびと活躍してくれてるのが嬉しいですね。そうですね、はい、彼女のそういう良さをね、みんな認めて、明るくみんな仲良くやってるのは私も嬉しいです、うんうん、なんかでも50年前にああいう女流棋士が誕生するっていうのは、ああいうって何ですかちょっとね、こう元気がいい、うん、で、なんか髪の毛もね明るいとかでね、他の世界全然そんなね、確かに日本の文化で歴史あってなんて言いますけども、うん、普通のことですよね、うんうん、もうどんどん自分の好きにしたらいいと思いますね、うんうんうん、そうですよね、うん、はい、そして設立の年から始めてきた、はい、アバガード杯、はい、女子アマ団体戦が、2023年は過去最高の参加数、なるほど、チーム数が34チームあ、うん、だから ×5、うん、ちょっと170名、うん、すごいですね。もう1回目はそう、1回目から100人は超えていて、そうですよね、あれはね、もう電話かけまくってね、うん、将棋のできる人みんな声かけて、うん、集まって、初めね20人だけでもいいからやってくれって言われて、20人ぐらいだったら集められるわと思って、うん、もうやったら結構お友達同士出れるのが、うん、すごくみんな嬉しくて、うん、大学の将棋部の人集まってやってとか、うんうん、思いがけてね100名超えて、あれは嬉しかったですね。でもそれからずっと順調に ね、うん、本当に LPSA はね、その急にどうこうじゃなくて、コツ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 ね、そういうものを実らせてって、うん、いいなと思います。いいなと思いますって私が言うのも変ですけどいや、うん、でもそれはひろみさんはじめね、うん、役員のみんながすごい頑張って、そうですよ、ね、こう続けてくれて、ひろみさん現役でもね、そうですね、もう頑張りながらこんなにね、うん、普及活動をやってくださって本当に感謝してます、うん、感謝してますおめでとうございますはい、コロナもあってこうオンラインでやったりいろいろ大変な中もあったんですけど、うん、ようやくこういろんなことが元通りになってきて、そうですね、はい、うん、こういう状況になってきて、これからなんかこうやってみたいことと
か期待されることとかありますか？そうですね、もう LPS の方々が皆さんそういう自分たちが将棋やってきてよかったことを、うん、普及したいって皆さんでいろんな企画をして、うん、順調に進んできていますしね。私はもうその自分がやってきたことをなんかいい形でねつながっていってくれたのがもう嬉しいですね、うん、もうロートルバット引っ込んで。いや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 、やっぱり普及に対しては小島さんの思いっていうのがもう参加者の方にも伝わる感じで、もう参加者の皆さんがすごい高島さん、高島さんって小学生なってるかなってないかぐらいの子もね、すごく懐かれててすごいなと思って。いやいやいや、だからどうしてそういうふうにこう楽しい雰囲気でコミュニケーション取れるっていうのは昔からなんですか？どうなんでしょう。でも明るいのがいいですって言われたことはありますけども、落ち込むこともあるんですけどね。でもやっぱりこの将棋って本当に誰でも指せて、そして深さがあって、それをなんかこう固く言えばもう人生と通じるような、いろんな学べるようなものがありますよね。そういうものを遊びながら楽しみながらこう体験できるっていうのは本当に私もやってきてよかったなと思うし、皆さんにこの将棋の良さを認めていただいて、楽しく将棋をね覚えていただけたら嬉しいなって思いますね。はい、美香さんなんかもね、自分がやってきたこと今度は恩返しするんだって、うん、なんかいろいろ企画考えて素晴らしいなと思ってね。なかなかそういうね楽しい空気でできないので、私ついなんかこうちょっと重くならないか圧になってないかとか気になっちゃったりするんですけど、でも丁寧に丁寧にこう普及活動をね、やってらして、もう頭が下がります。あ、とんでもないです、はい、じゃあちょっとその将棋とかそういうことじゃないこともお聞きしてみたいんですけど、はい、普段はどんな感じで過ごされてますか？今ですか？はい、今は教室を2つ、うん、金曜日と土曜日やっています。で、あとは特別これっていうのはなくて、普通になんかこう過ごしています。引退した頃はなんかこう新しいことをなんかやろうなんて思いましたけど、やっぱり将棋で付き合った方とお話してた時一番楽しいし、夢が膨らむような感じがして、相変わらずみんなと将棋を通していろんな活動をしてますね。未だにね、こう現役でお教室をずっと続けてらっしゃるっていうのもすごいことだと思うんですけれど、単発で教えに行くっていうのはあっても、継続していくっていうのが、それは嬉しいですね。もう30代ぐらいのタイトル取ってた時ですかね、35ぐらいからその教室やって、もう40年近く教室続けてくださる方いて、私も20代だし、でも本当に後期高齢者で頑張って交際も続いて、それは嬉しいですね。なんか将棋で知り合った人ってのは話しててね、こう通じるものがあっていいですよ。そうなんですね。意見が合うっていうか、内容がこう、あ、そうよね、そうよねってな感じで続いていくっていう。私なんかその専業主婦やったことないから、引退して近くのお家といろいろおしゃべりしようと思ったら、主婦の方と、私も主婦ですけどね、会話が合わないんですよね。だから、いやー、やっぱり将棋の世界がいいわっていう感じで続いてますけどね。確かにね、ちょっと話題が違いますよね。最近はそのプロの将棋とかご覧になったりしますか？昔ほど見ないですけども、でも時間があると、好きな棋士の将棋を並べたり、並べるというか見るかっていうかね、ネットでね見たりしてますけども、注目されてる棋士とか、そのよく棋譜を見てる方っていうのはどういう方になりますか？ですね、ちょうど駒は心の本を出した時に、はい、出版記念の、はい、イベントをやりましたよね。これですね、駒は、はい、で
これに菅井八段がゲストで来てくださったんです、うん、菅井八段の女性不安がすごく多いんですよ、で私はそれを知らないで菅井先生が来るってことはもう知ってたんですけどね、うん、本当にありがたいなと思ってたんですけどね、うん、会場に行って私だから女性が多いのもあれだと思ったけど知らない女性が随分でびっくりしたんですよ、うん、私知らない人ばっかりだわと思って、うん、そしたら私の不安よりも菅井さんの不安が、うん、菅井さんが出られるっていうんでね、うん、倍以上来たんですよね、たくさん来てくださって、うん、菅井先生も高島さんの将棋もよくあれはびっくりしましたね、棋風が変わったと思ったら僕のせいでしたかみたいなことを言ってくださって、ね、本当にびっくりしました、ね、とにかくプロの棋風は全部並べてる、うんうん、で女流棋士のも全部並べてたから、今それにびっくりして、高島さんもね、いついつ頃からちょっと棋風変わりましたねって言われたの、ね、でちょうど引退を考えながらいい形で引退できればと思って高級店だけは取りたくないなって一生懸命勉強したのが菅井先生の将棋を勉強してたんですね。だからそこからなんか菅井先生の真似してやって棋風が変わったっていうのを、うん、菅井先生がおっしゃったからびっくりしました ね納得して ねあ、なるほど、僕のせいでしたかみたいに言ってましたね。はい、ありがとうございます、この我が心もね、本当にいろいろ今まで高島さんのこうお話しされてないような初期覚える前の話とか、はい、覚えた頃の話とか、ね、いろんな私生活なんかお話ししたことないんですけども、本当ですね、もうインタビューする前にいろいろ話しかけられたんですよ、うん、でおしゃべりしてたらインタビューじゃなくてそのおしゃべりしたことが原稿になっちゃったんだよ、ね、でうちわのねそうですあの先生あですよなんていうのが、ね、でびっくりしてどうしようと思ったらね、そうよ、美香さんの旦那様がねよくいろんなこと言いましたねってからよかったですよって言われて、うん、それで、あ、そうか、なんか将棋の話ばっかりするよりもこう正直に話した方が皆さんこう、あ、読んでてね、なるほどって感じてくれるのかなと思ってね、うん、それから素直に聞かれることは喋るように見つけられた、うん、やっぱりレジェンドですし第一号なので、うん、歴史として残さないといけないなと思って、うん、でも美香さんが考えてくださったんですよね、資料も残ってないし、うん、ふわっとしたものでまとめるのももったいないと思っていろいろな方に応援していただいてできたので、棋譜も載ってるし、うん、お話も載ってるし、うん、はい、ぜひ読んでください、ね、うん、はい、昔のこととかお聞きしても、あんまり苦労話とかされないですよね。苦労してないのかもしれませんね、誰もね、そんなこともないと思うんですけど、うん、私が初めてお会いしたのは、うん、多分小学校3年生の時に父にルールを習って、はい、でそれが秋ぐらいだったんですけど、年明けに千駄ヶ谷に行ってみようって言って連れてってもらって、うん、女性教室で高島さんに六枚打ちで習って、六枚打ちだった、はい、はい、いや今考えるとそのだからルールを覚えたばっかりのこと、6枚落ちで刺すっていうのが今の感覚だと6枚落ちって相当な手合いなので、うん、もう王様1枚とかでも、うん、刺せないような感じだったと思うんですけど、でも多分上手にこう説明しながら勝たしてくださって、それで今に続いてると思うので、まあ、そういうふうにもう高島さんに教わってっていう人が、まあ、女流棋士にはいっぱいいますし、で大変なこともいっぱいあったと思うんですけど、なんかたまに聞いても全然なんかおっしゃらない。いやいや、大変なことって父に怒られたこととかそんなことばっかりで、あ、その辺はね、これに書いてあるんですけど、うん、まあその頃からの印象として高島さんなんか前しか見てないから後ろのことはあんまり気にならないのかなっていう印象があるんですけど、あ、そうですね、先のこと、これからのこと、うんうん、なんかお会いしてもちょっとこういうことをやれないかなとか、うん、いつもおっしゃるので、あ、やっぱり将棋を長くやってきたからその中でいろんなことを
学べたのかもしれませんね、うん、1級から初段に上がるときに勝てなくて、うん、連敗して、うん、あのそれこそ 何十連敗したか覚えてないんですけど、相当連敗してたんです。もう、ダメだろうと思ったときに父が書いてくれた練習100連敗っていう紙をくれたんですけど、負けてね、あの負けたときにその負けの敗因をね、あのとにかくしっかり調べて、そして負けたっていう事実を忘れなさいって言われて、そんな過去を振り返っててもしょうがない、うん、そこで負けた時に、うん、あの相手がいい手指してくれたら、あ、そっか、これを今度応用してやろうとか、自分がミスしたらこのミスはもう二度としない、処置してますけどもね、気持ち的に二度としないようにとか、前向きに考えて、うん、負けたことを忘れなさいっていうのがすごく効いてるから、嫌なことは結構忘れてるのかもしれませんね、うん、ただそこで得た、なんかこう負けて原因とかね、うん、は学ぶことはあのそれなりにやってきたって、それがきっとずっといい感じで続いてるのかもしれませんね、うん、結構文句も言いますけどね、今日はいろいろ貴重なお話を。いや、とんでもないです、はい、いつもはもっと楽しい、はい、にぎやかなチャンネルだから、ちょっと今回はいやいや、レジェンドトークで、はい、いい素晴らしい内容だったと思います。そんなそんなはい、美香さんがいろいろ聞いてくれるから素直に答えさせていただいたんですけども、はい、そうですね、あのとにかく引退してもうね、あとの人生どうやって生きていこうかってずっと考えて、やっぱり将棋ばっかりやってるから、うん、でもやっぱりその私は将棋を通していろんな人と会って、将棋を通して得たことを、うん、あの楽しくやって生きていこうかなっていう風な気持ちになって出るところです、うん、はい、ぜひ皆さんも将棋楽しく、まあ、指したり見たり、はい、で今年は女流棋士50周年ってことで、きっと田子島さんのね、いろいろこう、まあ、お話とか機会も多くなると思うので、まあ、この本もぜひ、はい、あの読んでいただいて、はい、これもすごいですよね、はい、もう私たちお金ないからそんな本作れないわって言ったらあのもうそんなこと関係なくやりましょうって皆さんがね、うん、立ち上がってくれたんで、はい、あれはもう感動しましたね、はい、本当にあの貴重な本なので、ぜひね、あのお読みいただいて、ますます将棋楽しんでいただけたらと思います。はい、では今日は本当に楽しいお話、はい、ありがとうございました。いろいろありがとうございました。